スベリルグドナソンはスウェーデンの俳優。スベリルグドナソンとも表記される。スウェーデンに留学中だったアイスランド人の両親の間にスコーネ県ルンドで生まれ、アイスランドで育ち、11歳の時に首都レイキャビークの舞台で俳優デビューするが、12歳の時にスウェーデン王立工科大学の教授となった父について家族でスウェーデンのストックホルムに移り、 ティーレソーの学校に通うようになる。18歳頃からスウェーデンのテレビドラマで本格的に俳優として活動を開始し、スウェーデンを中心に数多くの映画やドラマに出演している。2013年の映画、ストックホルムでワリツを、で第49回ゴールデンビートル賞の助演団優勝を受賞する。2014年の映画、フラグパーケンで、 第50回ゴールデンビートル賞の主演団優勝を受賞するとともに、同賞の助演団優勝に、ジェントルメンでノミネートされる。2017年の映画、ボルグ、マッケンローゴーの男と炎の男で、プロテニスプレイヤーのビヨン・ボルグを演じ、第53回ゴールデンビートル賞の主演団優勝にノミネートされる。ベストセラー小説、 ミレニアム三部作の続編を原作とした2018年の映画蜘蛛の巣を払う女でミカエル・ブルムクビスト役に抜擢されたことで世界的に注目される。ありがとうございます。